定性的研究は、対象の質的な側面に注目した研究。そこで扱われるデータは、定性データと呼ばれる。対象の量的な側面に注目した、定量的研究と対応なす概念である。定性的研究とは、インタビューや観察結果、文書や映像、歴史的記録などの質的データを得るために、社会学や社会心理学、文化人類学などで用いられる方法である。 競技の調査だけでなく、実験や観察、インタビューやエスノメソドロジー、文書や映像の内容分析、会話分析、住み込んでの産業観察、各種のフィールドワークなど、多様な手法を用いた調査方法を指す概念である。社会調査の一種として考えた場合、社会からデータを取るための一つの方法であるが、その意味で多義的であり、 社会調査のみではなく純粋な観察なども含む。観察は必ずしも質問をする必要はなく、言葉の通じない用う字などに対しても可能な場合があり、シンボリック相互作用論以来の研究の伝統もある。社会調査は多くの場合、対象者に何らかの質問をすることになる。グラウンデッドセオリーのように適切な分析法を作ろうとする研究もある。 定性的研究の手法として様々なものが提唱されている。比較的多くの分野で知られているものに以下のものがある。一般に、定性的研究は次のような目的に適しているとされることが多い。定性的研究において取り扱われる質的側面には、具体的には次のようなものがある。ある集団や組織などの構造や歴史ある行為。 監修などの背景にある心理や動機ある概念や、理論の論理的構成や一貫性、他の関連概念、理論との移動倫理、道徳など、基本的な意見の価値様々な法、制度、制作の価値芸術作品や、その批評など、神秘的な価値定性的研究は、非常に多くの分野で多用されているが、その中には次のような分野が含まれる。定性的研究は、 定量的研究と比べて科学的でないと評される場合がある。比較的よく見られる定性的研究への批判には以下のようなものがある。古典や理論などを解釈し続けるばかりで実用性、応用性、実証性に欠ける。研究対象となる異文化などに研究者自ら参加してしまうため客観性があるかどうかが疑わしい。研究者自身の経験を題材にしており、 客観性があるかどうかが疑わしい。客観的な研究が望める事実判断だけに、研究を限定せず、善悪や微臭をめぐる価値判断も扱っている。言語や身振り、表情の意味の解釈などを含んでおり、判断のシー主観性が高い。研究を通じて、特定の価値判断や物の見方を広めようとしており、中立性を欠く、結論にたどり着くプロセスとして、 仮説の選定、調査のデザイン、データ収集、分析、結論という順序に従っていない。このため、他の研究者が同じ研究を行っていた場合には、結論が異なっていたのではないかと疑われる。研究を発表するスタイルとして、事前に採択した仮説、調査のデザイン、分析結果、解釈、結論という定裁を取っておらず、結論が主張され、それを支持する証拠や、 主な反証に対する反駁が示されるという形を取る。この場合、調査のデザインや分析結果が示されている定裁を取っている場合と比べて結論を出す際の元になったデータの全容が第三者にはわかりづらい。結論に説得力を持たせるために切り捨てている部分などがあったとしても、第三者はそれに気づかない可能性が高い。これに対して、定性的研究に従事するものや、 定性的研究を擁護する立場からの反論や定量的研究に対する批判も数多く存在している。これらの意見は認識論的な前提や研究者の社会的役割についての考え方が多様であり、簡単にまとめることが難しいが、以下のようなものが含まれる。理論研究や古典の研究は他の研究者への影響や学生への教育などを通じて、 一定の貢献を果たしている。研究対象が未知であったり、複雑であったりする場合には、定量的研究では適切に扱うことができない。要素還元主義的な学問には限界があり、複雑な物事に関する総合的判断を行うためには、シーと付き合っていかなければならない。定量的研究にも、研究者が意識していないだけで様々なシーセがある。 定量研究ではそれらを意識化し考察の対象にしていないためにかえってそうしたシーに束縛されやすい面もある研究対象に対する恣意的な解釈が研究からどうしても除外できない場合があるのでその場合にはシーとの付き合い方を考えるべきでシーの徹底排除だけが望ましいアプローチではない価値判断を徹底して控えることは研究者が既存の価値観に対して 無批判になることであり、倫理的に望ましいこととは言えない。積極的に行うか否かにかかわらず、学術出版物は社会的影響を持ってしまうので、出版の結果について考えないことは社会的責任の放棄にあたる。ありがとうございます。